はい、こんにちは、スレドルトと申します。13日の金曜日、実況プレイ始めていきたいと思います。まずはね、とてもとても悲しいお知らせというか、俺にとっても悲しいお知らせを、先ほど知りました。なんとね、この13日の金曜日、フライデーザ・サーティス・ザ・ゲームなんですが、アップデが終わりました。悲しい。アップデがね、今後ひとまずアップデがされることがなくなってしまいました。こんな悲しいことがあるっていう、このジェイソンのアップデがね、俺にとってはかなりの楽しみというか、楽しみに待っていたものの一つだったんだよね、この人生生きる上で。それがね、アップデが今後されることがないと、ジ・エンドって書かれてましたよ、公式サイトに。めっちゃ悲しいの。まあ、なぜそんなことがあったかっていうのを、まあ、ちょっとはじめゲームする前にね、お話を、したいんですけど、まあね、あの、公式ツイッター、あの、ジェイソンの公式ツイッター、まあ、アメリカの公式ツイッターによって、それが発表されたんですけど、まあ、なんか翻訳したんですけど、まあ、ちょっと、細かいなんかニュアンスとかがわからないんですけど、大体こんな感じなんだろうかっていうもの、間違ってるかもしんないですけど、大体こんな感じなのかなっていうのを、俺が翻訳した感じだと、13日の金曜日の、もともと映画じゃないですか、古い映画なんですけど、その古い映画と映画の会社と脚本家かなんかなのかな、その二つが裁判でとても揉めてるみたいな感じらしいんですよね。で、それ揉めてて、まあ、どっちの権利だ、どっちのものだ、みたいな感じで、多分、まあ、訴訟大国なんで揉めてる感じなんですね。で、まあ、それの云々で、まあ、このゲームも、なんつうだろう。このゲームももちろん、権利元に許可をもらって作ってるものなので、なんか、そこで、なんか、こんな揉めてるのに、このアップデートとか、新しいもの、新しいコンテンツを追加して、自由にすることは許されない。みたいな感じ。まあ、大体のニュアンスなんですけどね。まあ、そういった裁判とかの理由で、今後アップで予定されていたアップデートが停止されてしまったらしいんですよね。俺が、ものすごく楽しみにしていた、メタルジェイソン、ジェイソンパート10、&宇宙船マップも、今後アップデートされることがとりあえずなくなってしまいましたし、まあ、あと、新しいカウンセラーとか、なんか、人狼のようなモードとかもあったはずなんだけど、まあ、それも、おそらくされることはないまま、このゲーム、闇に飲まれてしまう、みたいな感じなのかなって思ってます。まあ、裁判ってものすごく、裁判イコール、ものすごく長期化するものみたいな、イメージあるじゃないですか。で、まあ、もともとまあ、もうちょっと前から揉めてたらしいんですけど、まあ、ついにこのゲームにも影響が出てきてしまったって感じで、先日チャレンジモードと新しいビクトリアが追加されたアップデートで、ひとまず終わってしまうらしいですね。なんか、バグのチェック、バグの直すとか、このゲーム自体ができなくなるというわけではないんですけど、まあ、バグ直したりとか、そんな感じのもの以外は、なんか新しいコンテンツを作ることができなくなっちゃったらしいですね。悲しい。もう俺はもうとにかく悲しい。ね。まあいろんないろいろあるんだろうけど、すげえ楽しみにしてる人もいるのになっていう感じですね。悲しいです。悲しいけどオフラインプレイを、この前出た、そのね、チャレンジモード、楽しんでいきましょう。いや、本当にね、パート10とか宇宙船マップだよ。今まで外で出てやってたのがさ、宇宙船のマップが出たことによって、結構大幅にね、ゲーム性というか、とか、イメージとかね、いろいろ変わりそうだったんですよね。とても人が少なくなってきたこのジェイソン、ものすごく人が戻ってくる可能性もあったのになって感じなんですけどね。まあ、気持ちを切り替えて、まあ、ジェイソン、そんなにね、動画上げることが、多くはなくなって、いくとは思うんですが、まあ、いろいろやることがなくなってきてますからね。まあ、なくなってきてるとは思う、なくなってくるとは思うんですが、まあ、まだまだ、何個かはあげるつもりなので、最後までお楽しみくださいって感じだね。で、チャレンジモード、完全クリア、ここのミッション、オブジェクトってやつを、全部取っていくっていう、ミッションも含めてやってるんですが、前回、軽くやったこのチャレンジ7を、完全クリアを目指して、やっていきたいと思います。パート3でいいかな。パート3がやっぱなんだかんだ言って強いみたいなとこあるんで。そういえば日本語化されたけど、そういえば日本語化されたけど、チャレンジって日本語化されてんのかな？どうなんでしょうね。
射撃場でデボラを撃つのと、メイソンをトイレの鏡にぶつけるのをやったので、やりたいのは、ブランドを包丁でめった刺し、ケニーを冷蔵庫で蹴りつけるってやつです。ボイスは変わってるか？ん？変わってないのかな？ムービー中のボイスは変わってない説があるんですよね。メイソンとチャドがうまくいってますね。リア充ぶっ殺す隊が来ました。奴らはここにいてはいけない。仕留めなさい。ここは変わってんだな。とりあえずこの家に、この家にですね、ブランドンが来るっぽいんですよね。この家にブランドンが来るらしくて、ブランドンを、この包丁でめった刺しするんですよ。なのでブランドンどっちから来るんだろう。ブランドンの来るのをちょっと見極めなきゃいけないな。ブランドンここで仕留めないとあれなんですよね。ずーっとポーカーを勤しんで、あ、来てるね来てるね。この感じだと、向こうから来そうかな？入ってるね、入ってるね。よしよしよし。じゃあ、ここでステルスを使いましょう。ブランドン、入ってきてるか？よしよしよし。まあいい。お！ビールはどこだ？ビール探しに来たんだ。ここだ。よし来たー。おおすごっ。串刺し。あー、私のジュース。かわいいかわいい私の子。ママ殺せたよ。ママ僕やったよ。でここにまたケニーもやってくるらしいんですよね。多分ブランドンの様子を見に行くんだろうな。あー、なんかカウンセラーが何やってるか今まで分かんなかったけど、まあちょっとイメージは崩れちゃいますけど、日本語になったことによって、あ、ビール取りに来てたんだとかが分かるようにはなりましたね。でケニーがここから多分またビールおっせえなって来ると思うんですよね。で、あの部屋に入ったら、ブランドンの、ブランドンの姿を見つけて多分逃げちゃうので、その前に掴んで、冷蔵庫で、後ろから叩きつけるをやりたいんですよね。あっち側から入ってくるかな。どこにいればいいかちょっと怪しいな。いけ！よっしゃー！来たー！あ、出たー！冷蔵庫切る。バグジーって呼んでんだな。ブランドンじゃなくてバグジーって呼ぶんだね。奴らは死に値する。まあ、そっちがファーストネームみたいな感じなのかな。バグジーって呼ぶんだ。さあ、ここからバネッサを、バネッサをトイレで殺すっていうミッションもあるんだけど、これもう二人、メイソンは帰ってきてる？え、もう見つかった？嘘。とりあえずこれチャドこれっぽい。でメイソン急いで、メイソン急いで。奴らは死に値する。そう、死に値するんですよ。奴らを苦しめなさい。メイソン早い。あー、詰まった。くっそー。あー、逃げられたかこれ。くそ、詰まったの辛いな。仕方ない、これは仕方ない。全滅はできなかったけど、まあ、これはちょっと良しとしましょう。先にメイソンでもいいのかな。片方はラジオだよね。よしよし。じゃあここで最後
バネッサがまだストリップポーカーを一人で勤しんでるのではないだろうか。ほらかわいそう、ぼっちポーカーっていうとてもかわいそうなことになってますね。これで右側にトイレがあるんですよね。トイレに行くかな、一人の場合トイレ行くかちょっとわかんないんですけど、まあ逃げられ、最悪逃げられちゃう可能性もあるので、トイレの近くに歩いていくのちょっと待ってみますね。あ、行った、行ったね。これ様子見よう、様子、よしよし、これ髪を直すんだよね確か。気づいてないねー。よし、オッケー、交換用ブランジャーブラシみたいなことかな。あと一人だったのにな。あとメイソンを殺したいすれば、メイソンを殺したいすれば全滅キルが出たんだけど。私のセリフ、可愛い可愛い、まだいんの？あれ、もうまだいるっけ？あれ？今の何？あれ？あ、そっか、デボラがいんのか。そっか、デボラは、見つかった後に、なんだっけ、弓矢キルをするってやつか。そっか、デボラの存在忘れてましたね。くそー、あとメイソンだけだったのにな。デボラはほっといてもいいな。もうあのキルは見せてるんでね。さて、じゃあ、二つ。Jason, mother is talking to you. Find them.2つ、とりあえずもうすべてほぼ回収したということで、全滅させないと次の脱出のやつができないので、全滅、頑張っていくか。飽きそうだわ。好きなのは知ってるよ。なんか体調悪いっぽいな。なんかボソボソ喋ってますね。メイソンがこの家からとりあえず出るんだよね。これも一気にシフトで行っちゃうか。よっしゃ、いけた、いけるもんだな。おい、こいつがね、いつも悩まされてたからね。トイレ行くか。かわいい、かわいい、私のトイレ。メイソンまだトイレにはついてないかな。どっち側に来るんだろう。あ、来た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 。メイソントイレ入ったら後ろから鏡で殺しましょうか。これでやった方がいいな。この二人がね、見つかる可能性が凄まじく高いので。なんか喋ってる。あ、本当に悪い冗談よ。俺だと勘違いしてるな、これ。チャドじゃなくて俺だよ。あ、クソ。あー、やばい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 。ドン。あー、逃がさねえぞ、絶対逃がさねえぞ。池に来ちゃうよ。ありがとう。よし、もうスピードキル。まあ見つかってもとりあえずいい。全員が逃げなければ。池に来てるかな。奴らを苦しめなさい。あ、ケニーこの家にいるな。キルスが切れてる。ブランドンの死体はないから。よし、オッケー。はあ、とりあえず専用のキルはできた。止まってはいけないわ。あとは、殺しなさい。あとはデーボラと、私たちと同じように苦しめるの。
ランドンどうやって殺すかだけど、まあデボラとあとあの二人だな。デボララストにするか。デボラなんかずーっと遅くまであそこにいるっぽいので、ストリップポーカーを今ブランドンと、大丈夫かな、いるよねいるよね、ここからとりあえず覗きましょう。一気にいけるかな。やばい、くそ見つかっちゃった。やっぱ室内シフトは難しいな。とりあえず走るしかないな。当たらん。おお入ったね。一人で傷ついていく。よし、オッケー。あ、珍しいキルいける。よーし。イエーイ、これで閉じるっていう超珍しいキル。閉じないよし。これでバネッサが聞こえたかどうかだな。私たちと同じように苦しめるの。そう、私たちと同じように苦しめるのよ。バネッサがどうなったか。危な。よし。オッケー。とりあえず全キルは達成できそう。全員逃がさないって意外に難しいというか、普通に難しいからね。やべ、あと時間がね。この家だ。ステルス行きまーす。お。今の何？誰かいるよ。可愛い声だな。誰かいますよ。よーし、全キルはできた。抱っこ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 。最近こういうねバカゲーやりましたね。後ろから抱っこするやつ。よし、難しかった。ここも結構難しかったね。付け払わせてやりましたよ。全キル全キル。やっぱ専用キルというかやらないと XP 足りないんだな。やあくび。Make them remember. よし、じゃあロイヤルフラッシュは裏でやっていきたいと思います。そして、初めてのプレイの8番目の脱出、残り3つだな。生きてんな、トリック。エリックが生きてんのことは、生きてることだけはわかりますけど、脱出つつ脱出普通のやつはどのジェイソン使えばいいとかあったかな。ジェイソンパート4を使えばいいっぽいね。ってことはあれだ、ジェイソンパート4ってことは何だっけ、ジャービスハウスのある家じゃないかな。スタート行きましょう。スタート、あれあれ、ロック解除されてない。あ、ツースカルインサム。え、ツースカル必要。奴らを殺してツケを払わせる。よし、全キルと、経験点のやつでこれ2ついけたかな。結構かかりましたね。20分ぐらいかかった。あー、ツースカル。いや、これ見つからずにやるのはかなりね、難しいですね。あー、いいなこれ。変なおじさんじゃないのこのこの動き、いいですね。あー、とりあえず次の新しいやつこれでできそうですね。ストリップポーカーの次は脱出です。さあ、脱出だからね、みんなが逃げていくってことか。あ、もうなんか様子がおかしいってなってる後だ。パート4がやってきたよ。まずジャービスハウス、ここかな。ジャービスハウスの
電気を消すって書いてあったな。ここジャービスハウスで合ってる？ここジャービスハウスじゃないね。もう一個の家か。ここだ。ジャービスハウスの電気を、潰すのが一つ目の、クリア条件ですね。これか。くそ。くそ。闇の支配。で、地下を確認しに来たケニーをハンマーで叩き殺す。どっちだ？どっちを確認すんでくんだ？あっちも地下あるぞ。地下を確認しに来た。どっちだろう？こっちかな？地下を確認しに来た。なんかこっち臭いな。ちょっと見よう。何あれ？誰かそこにいるの？いまーす。待って待って待って、なんかどっかで止まるんじゃない？おお。何？何が起きてるの？ケニー、ケニー、奴が来た、奴が来たわ。奴は来たよ。ケニー、ケニー。うお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 お。いや申し訳ないな。この子絶対ヒロインなのに。どこでケニーを殺せんだろうな。ケニーを殺すやつが出ると思うんだけど。そうよ。あ、そう、お母さんのために殺しなさい。うわ、ちっか、逃げ場所見つかったら終わりだな。逃げ場所近すぎましたね。ちょっと向こうの家か。じゃあここの家もうないんだ。なんか向こうの家にの隠れ場所に隠れてるやつを、お、チャド。チャドはどうすんだ。誰がどこに隠れんだろう。見、見つかったか。あー、ちょっとまだは全然わかんないな。2階に行ったな。これでどっかに隠れてくれるといいんだけど。何をうろうろしてんだあいつは。出てたな。見つかってると言っていいかなこれは。えっ、あー車乗ってほしい。あー車に乗ってね、脱出するの止めるってのもあるんですよ。車乗れ、車。おい、ちゃんと車乗るんだ。ちゃんと、俺はもういないぞ。あ、乗った乗った乗った。いいよ。いい子だ、いい子だ。おい、なんで俺いんだ。おい、ちゃんといないぞ、俺は。そうだそうだ、車乗れ。で、エンジンをかけるんだ、エンジンを。よしよし、そう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 。なんでやめんの、途中で。車乗るんだ。俺はいないぞ。俺はいないから車もう運転してくれて構わないぞ。しー、あいつ車運転したまえよ。運転しかけてたよな今。ああいいよ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 、隠れよう、ステルス使おう。そうそうそう、多分見えたか、見えたら車を捨てて逃げるんだろうな。そう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 。いいよ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 。めっちゃ止まってる。よっしゃー、ロックブロック。もうお前は用なしなんだよな。さよなら。またキル。あと今んとこジャービス地下の発電機を壊すと、あっ、終わった。奴らを殺してツケを払わせる。終わってしまった。まあ、でもこれ2個いきましたね。地下を確認しに来たケニーをハンマーで叩き殺すってのがどうやらあるっぽいんだけど。
もう一回やってみようか。これを壊して、で、その次に向こうの家。で、地下に確認しに来るから、どっかのタイミングで止まると思うんだよね。ハンマーってどれだろう。いるの？そこにいるのは誰？あ、ここだ。よっしゃ、来たー。うわ、ここにいるのは誰？うわ、痛い。ボワー、うまくいきましたね。彼に殺される。何あれ、お母さんのために。誰がここにいるの？誰もいませんよ。ここ人そんないなさそうだな。うん、どこにいるんだろうな。2階。何？何が起きてるの？お、おお。ケニー、奴が来たわ。ケニーはもういないよ。ケニー、ケニーいないよ。ケニーいないよ。見つかった。じゃあもうここで殺しときましょう。パッと逃げちゃうんでね。かわいそう。で、あといるのが、あといるの誰？もうこれで終わりか？もしかして。あと誰がいるんだっけ？奴らを苦しめなさい。隠れてるかな？隠れ場所に隠れるっていうのがちょっとよくわかんないんですよね。あ、あいつ家に入った。ちょっと放置しときましょう。ドア破壊したいな。よし、 OK。 あいつの様子をまず伺いたいんだよな。あいつがか、チャドが隠れ場所に入ってくれないかな。2階に隠れたりしてくれれば、してくれさえすればいい感じなんだけど、チャドに見つかってるかどうかわかんないんだよな。お、この石で殺すもあるな、これ。あ、見つかった？見つかったっぽいな。もう一発。くそー、チャレンジモードで殴られると腹立つ。あ、いいよ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 。それしてそれして。ちょっとー。あ、いいよ、車乗って、車乗って。車乗って、車乗ってくれていいから。よしよし、向こうまで連れてきて、あの石の荷車みたいなところで殺すが多分あるんだよな。あのことだと思うんだよ。チャドは霊性が低いから間に合うかもしれない。来たー、よっしゃー、早くも3つ目。岩は痛いね。シンプルに痛いね。イエーイ、全滅。お前たち最高だぜ。ウェーイ、タートルトークね。よしよしよし、2つ、スカル2ついったぞ。おお、これもはい、フリーキーフライデー、フリット。ああ、いいね、髪を。あ、もうだってさ、1、2、3、4、5個クリアしちゃった。ここ超簡単だね。隠れ場所に隠れているカウンセラーを切るってやつ以外なので、どっかで隠れてるの探しさえすれば、これいけるってことですね。はい。ジェイソンが来た。ラジオを粉砕して音楽を止める。これは簡単そうだな。はい。じゃあ今回はこれぐらいにしておきましょうか。
ご視聴ありがとうございました。チャレンジ7がちょっと難しすぎましたが、8はかなり簡単ですね。前情報なしでも、前情報もほぼなしでも5個パッとクリアできちゃったんでね。ジェイソンのアップデがね、残念でままならないというか、残念でならないんですが、まあ、またね、裁判がうまくいって、アップデがね、従来通り、復活することを願って、今回は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回は9やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。デトルトさーん。